皆さんこんにちは、アンキロン TV です。今撮る動画がないんでですね、毎日のように産卵セットを、お伝えしてるんですけど、今日も産卵セットです。はい、でこれ自作河原ですね、河原材。はい、今年はですね本当に、いい感じでですね、今セット組んでるものは結構バリバリ、かじってるような感じでですね、絶好調ですね。はい、で、これはもうホダギですね、ちょっと細いの、これ6センチぐらいですかね、5センチから6センチ。はい、まあ、ちょっと組み合わせながらですね、今日は、1、2、3、4、6セットぐらいですかね、10セットぐらいやりたいなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ2本組でいきたいな。あ、ここにも、あ、ここにも2本あった。ちょっと細くてですね、ちょっと柔らかめだったんで、ちょっと、干しました、もう少しですね。はい、なんで、こう細いのは2本セットでいくんで、1、2、3、4、5、6セット、7セットぐらいですかね、やっぱりね。はい、でマットはね、今回はね、両方ともホームセンターで売ってるマットを使ってます。一つはこの、これです。これがね一番今までで最安値ですね。これは価格がね税込みでね400円ちょっと、税抜きだと390円な80円でした。でどこで販売してたかというと、どこだっけな、名前が出てこない名前が出てきます。でもう一つ、はまあよく前回もですね、紹介はしてたんですけども、やっぱ同じくホームセンターで、ビバホームですねで買ったやつ、これですね。はい、これが、先ほどと同じもの、これサンスプロを買いました。400円、税込み400円ぐらいだったので、はい、これは結構登録ソーナーさんの買う紹介にさせてもらって、まあ幼虫用と、産卵セット用と、分けてます。はい、まあ、基本的に産卵セット用は、成虫管理と同じマットを使うような感じでいってます。まあ、当然針葉樹じゃないですけどね、広葉樹なんですけどね、広葉樹ですか、なんですけどね。はい、まあ、そんな感じで今日はこのホームセンターの、2種類のマット、ビバホームの方はですね、ホダギを粉砕したようなマットですね。で、もう一つの方のホームセンターは、石柱だ、そう、石柱、埼玉とかどっかその辺の一部に結構あるんですよね。石柱さんのこれ、昆虫マットですね、これ10リットルです、これね、400円ぐらいでした。はい、これを混ぜて、使ってます。はい、使います、ね。今回これ、両方混ぜて使うの初めてなんですよね。じゃ早速、3万セット組んでいきたいと思います。はい、またかよっていうね、人がいるかもしれないですけどね、ちょっと我慢してください。で今日はですね、中ケース2つ使います。はい、別にいつも小ケースも多いんですけど、たまに中ケースも、いくつか使います、ね。この幼虫はたくさん欲しいなっていう時は、主にこの、ね、中ケース、ね。ただこれ空振りの時もあるので、中ケースだからといって、産むとは全く限りませんので、でこれは建築資材次第で売ってるやつ、これはね、肉球和鉄さんから以前にいただいたやつで、かなり重宝してますね、こういう角張った、ところにはね、一番ね、マットをこう押し詰めるのにちょうどいいやつですよね、はい、これ重宝してます。さんありがとうございました。はい、で次、入れます。今回はこれと、これ瓦と、小谷同じように瓦と10グラムでいこうか、どっち行くというか、こっち1本です、こんな感じで。じゃあね、組み合わせた感じですね。はい、あ、ここで やっちゃったのはね、こう、ホダギはね、まあ、
絶対とは言えないんですけど、ちょっとこうマットをこすりつけると、いいのかななんて思います。はい、ね、カビが生えづらくなるわけじゃないのかな、どうなんだろうね。まあだけど若干ね、生えるの時期は若干遅くなるかなっていう気は、します。はい、こんな感じでこうこすりつけてですね、あれと一緒ですよね。瓦で作るときは瓦菌糸を、ね、しっかり、こすりつけてやってるのと同じような感じですね。小麦だけでいくときも、まあ、同じようにこういうね、まあ、やるといいのかなって感じをします。あとまあひっくり返らないように、まあ、押し詰めてですね、まあ、そこだけはやっぱり強く固めに詰めるのがいいんではないかなというふうに思います。でこれで、2本セットのやつもね、あとこれショーケースで、ショーケース2本で、いこうかなと思ってますね。多分ねマットね足らないんだ。よいしょ、まあ、同じようにこんな感じで、ね、横もしっかりねこすりつけて、よいしょ、なかなか今引っ越しの準備真っ最中でですね、でもいつもかみさんがパートに行くまで、10時半ぐらいまでいるんですけどね、本来だったらすぐに、私はこういう作業をしたいんですけど、今引っ越しがあるんでね、そっちの方を、今日も1部屋分の、いらないもの全部出して、ゴミ処理場に持ってきました。はい、まあ、そんな感じでちょっと引っ越しの準備をしながらの、産卵セットね、そんなことしてて大丈夫なのかよっていう気はするんですけど、実際に引っ越すときはね虫がねほとんど持っていけないんで、こんなに組んでて、こんなに組んでね、これで全部で、何セット20セット目ぐらいですね、これで全部でね、21ぐらいいるのかな、他の、ね、ものも入れるとね、はい、まあそんな感じでどうなるか、まあ、最悪産卵セットごと、飛ばしちゃうっていうのもあるんで、最悪はですね、はい、まあ、そういうことも念頭に入れて、ね、まあ、ギリギリまでできる限りのことはちょっと、やろうかなというふうに思ってます。まあ、最悪このままのメスだけ抜ければね、あとは何ですかね、産ませる環境としてはやっぱり28度ぐらい欲しいんで、やっぱりそこはまだ6月だとね、28度ってなかなか1日通していくことはないんで、どうしてもヒーターが必要になるんですけど、ね、ヒーターが、ね、必要になくなるのはやっぱりメスをがしっかり産卵終わってからメス抜いた後ですかね。だったらまあ卵があとは孵化するだけなんで、ね、とりあえず産ませるだけ産まして、あとは、まあ、ドルクスグッズさんの、貸し棚の方でやっていきたいなというふうに思うんですが、またそこでも問題があって、今まだ幼虫してるのが、150頭ぐらいいるのかな、養殖作ってるのもたくさんいるんですけど、なかなか、養化しないっていう感じですね。4月から、25度以上にしてるんですけど、やっぱりあれですね、越冬期間が短かったっていうのが、まあ、一番の原因かな、うん、本来だったら、ね、2ヶ月近く2ヶ月以上ね越冬させるんですけど、今回は2ヶ月時間がなかったんで2ヶ月半ぐらいかな、16度、一応16度までは下げたんですけどもね、はい、まあ、こんな感じで半転がしみたいな感じですね。はい、はい、ところで、よいしょ、5個、あと2個かな、4個、はい、何を入れるかはちょっとお楽しみですね。やっぱり851と849からのペアしたメスを、入れたいなというふうに思いますね。でかい
これが、はい、こんな感じ。ジャストですね、マットもね、ぴったり測ったかのようなね、ぴったりの、はい、まさにこの桶はダイソーで売ってる桶ですね。これもダイソーで売ってる桶です。私はもう全部これ、ね、ダイソーで揃えてます、はい。まあ、こんな感じで、ね、3のセットが全部で、ね、7個ですね。はい、できました。はい、こんな感じです。ここ、河原とホダギ、河原とホダギですね。あとは、ホダギ2本の組み合わせが4つと、ホダギ1本、ね、ちょっと太めの、L に満たない ML の間ぐらいですかね、を1本という感じで来ました。はい、で、あの質問コーナーにですね、アンキロさんはどんな感じで、セットの期間を組んでるんですかっていうふうに質問がありました。まあ、人によってちょっと違うんで何とも言えないんですけども、基本私はですね、オークワを再開するようになったのがちょっと3年前4年前ぐらいですかね、なんですけど、まあ、その当時、今でもトップブリーダーの、ね、すごいガルさんという方がいるんですけど、あのガルさんのね、ホームページ見ながらいつも勉強させていただいてました。で、まあ、2週間、ガルさんも多分ショーケースに L 材1本っていう感じですかね。で、2週間メス入れの2週間メス抜いて2週間で幼虫を取るような感じですかね、はい。まあ、私も正直、ガルさんの真似をしているような感じではありますが、まあ、多少ですね、かじりの具合によっては、もう少し伸ばしたり、もしくは早めにメスを引き上げたりということもしています。で、大体こう M 材と L 材の組み合わせの場合は、3週間、4週間行くか行かないかですかね、はい、メス抜くまでは、はいね、こういう場合はもう、M 材1本の場合は M 材、L 材1本の場合は、2週間から、2週間から20日まで行くと長いんで、その間ですかね、はい。で、これ辺もほとんど変わらないですね。これ辺で多分 S 材2本だったら、15日から20日間ぐらいでメスを抜くような感じですかね、はい。でメスを抜いた後はもう基本的には全部私の場合は無条件で、2週間ですね、で割り出しを始めるという感じですね。ただ2週間っていうのもそのメスを抜いた後の温度にも影響があるんで、孵化するまでですよね。2週間で孵化するのには多分28度ぐらいの温度が必要かなっていうところなので、まあ、そのぐらいの温度で保ちながら2週間で割り出しをするっていう感じです。そうするとほぼ、ほとんどはですね初齢で、幼虫を取ることができるってことですね。まあ、ただもっといい方法はあるんですよ。今卵の状態で取っちゃう方もいるんですよね、たくさんね。で、今オークワードね、ギネス取った木下さんも、卵で取ってます、はい。なんで要は簡単に言うと早く取って早く入れるっていうのが多分基本だと思うんで、まあ、その辺を崩さないような感じでやっていくと、まあ、大きく羽化させられることが可能になってくるんではないかなっていうところですかね、はい。あとはもう自分の、ね、飼育環境だったり、ね、そういったところでサイズとかね変わってくると思うんで、はい。まあ、これ私の持論なんで、ね、なんだよっていう人もいるかもしれないけど、まあ、そういう方は勝手に受け流してください、はい。まあ、そんな感じで、私は毎年やってるっていう感じです、はい。まあ、ただ忙しくて、ね、抜けない時もあるし割り出せない時もあります、正直ね。去年はほとんど結構頑張って抜いたんですけどね、はい。まあ、そんな感じで、やってます、はい。以上アンキロン TV でした。さようなら。